こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日はちょっとこの図案を今鉛筆で描いてるとこなんですけど、やっていこうと思います。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。ちょっと遅くなっちゃってごめんなさい。よいしょ。今日も暑いですね。ちょっと散歩、さっき散歩を無防備にもしたら本当に死にそうになってすごい困りました。なんかお家の中でゆっくり切り絵をすることにしましょう。というわけでやっていこうと思います。ちょっとペン入れをするところから今日はやっていきますので、よろしくお願いします。はい、それではやっていきます。ではちょっと装着します。ちょっとガタガタしますがお願いします。よ、こんにちは、いらっしゃいませ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、今からちょっとガタガタします。インサの場合は縦。こんにちは。ちょっとごめんなさいね。よいしょ。なんかうまくやらないとちょっとね、Siri が発動しちゃうんですよね。それが怖くて。よし。では、まあこんなところとしましょう。なんかね。あ、こんにちは。黄色かわいい。お似合いです。こんにちは。今日の浴衣もかわいいですね。ありがとうございます。なんか黄色地に、こういう感じです。黄色地に、紫の、なんだっけ。朝顔が入った、ちょっと変わった浴衣です。ね、500円だったんです。500円だとつい痛くなっちゃいますよね、人に。それでは、まあ今日もちょっと1時間でね、なんかインスタグラムは1時間ぐらいでやらないとですね。ちょっと下絵をしてたので、これからペン入れをしていきます。これはわー、綺麗。ありがとうございます。なんだろう、浴衣かな？これはカモミールかな？こういう形の花ってよくありますよね。私はカモミールが可愛くて好きです。で、ペン入れをしていきます。私はね、割とこう太い線より細い線の方が好きなので、ついつい細い線にそのまましちゃうんですけど、まあ時々はペンを太さを変えて作ったりもします。なんていうか、カモミールの葉っぱってこう針みたいですよね。ちょっとこれじゃあ葉っぱっぽいかな。これで、こういう枠が作ってあると、こういうのね、切り絵も作りやすいですよね。もし切り絵作るときあったらぜひ。なのでフォントももうそれだけですごくしっかりしてるので、フォントを入れたとするとすごく切り絵が映えたりとかね、します。はい、今日は暑いですね。っていうか、毎日暑いですね。本当に暑くてびっくりしますね。なんかちょっと歩いてるだけでクラクラしてくるので、これは
本当にお家にいなきゃいけないやつと思ってお家に急いで入りました。今日も来年オリンピックやるのかなとちょっと恐ろしいことを言ってみたり、さあこれがどうやって綺麗になるとどうなるでしょうか。はい、石体から描いていく感じはこんな感じですね。 OK。 でここがこうなってるのは、まあ、ちょっと支えがあるとね、上の方に支えがあるといいかなと思って描きました。はい、軽く消しゴムをかけます。そう、今年はね、静岡とか帰らないのでね、本当にお家で過ごしています。お家で浴衣を着て過ごしています。はい、じゃあこれを今度は切ってって切り絵にしていこうと思います。タンタンタン。おーっと、すいません、びっくりした。見えますか、これ何なんだろうな。なんかインタグラム途中でほっとくと電気が消えちゃうんですよ。大丈夫でしょうか、皆さん見えますか。さあちょっと今日のは細かい、どうしようかな、切り張りしていこうかな、まあ、切り張りというか途中で貼っていこうか。よいしょ、ちょっとマスキングテープを取りに行ってました。途中で貼ろうかな。途中でこう切りながら貼るっていうやり方もねあって、この間はそれでやったんですよ。そのやり方もちょっと細かい場合はすごく有効です。まあ、太いあの図案とかだったらね、どんどんやっちゃえばいいんですけど、切ってから貼っちゃえばいいんです、切ってから和紙を貼ればいいんですけどね、貼りながら、こう切ったところを和紙貼りながらやるっていうのもね、いいですよね。まあとりあえず切っていこうと思います。よし、アップ。これはやっぱ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。見えてますよ。これはやっぱ切り張りだな。切り張りながら切っていきます。
ちょ、すいません、今ボキって肩が鳴りました。ありがとうございます。なんか全然書き込んだりしてくださいね。あの、喋りながらおそらくできると思いますので。はい、いらっしゃいませ。はい、カモミールのところを切ってます。よし、切った。後ろから見るとこんな感じです。そしたらもうここはウォシュレットにしちゃうと思うので、次は小鳥にします。そうだな、ここで。OK。こんな感じですね。で、じゃあここだけ残して、あとは切っていこうと思います。ここは黒にしよう。ちょっと黒残すとね、いいですよね。
むむむ。おお。はい、こんな感じに切れました。そしてくちばし、で絶対これでもシルエットより緑の方が可愛い。ん、大丈夫ですか？すいません、見えますか？ちょっとなんだろう、接続が弱いためって出たんですが、見えますでしょうか皆さん。では続けようと思います。ここも緑でやっていこうと思います。よし。なんか最近あの西荻窪で撮影をしてもらうことがあるんですね。で今度明日またカメラマンの女の子と2人で撮影なんですけど、なんていうか私もう30代になってそうやって撮られることがあるんだとかね、ことあるんだなっていう。そういうのが意外すぎてちょっと結構楽しんでます。で近くの、また近くのあの和服屋さんも今バーゲンとかだったりするんですよね。ね、今の時期、昨日ちょっと靴を買いに吉祥寺に行ったら、どこかしこもバーゲンで、なんかすごい甘かったです。お金を持ってくべきだったと思って、まあカードで支払えばいいんですけどね、もうその前にちょっといろいろ買い物しちゃったので、なんかまあ浴衣浴衣をたくさん買ったり、カンカン帽買ってしまったりと、ちょっとこの夏は結構お金を使ってしまったんですよね。だからあとあの本の撮影があった時とか、小物とかもちょっと自分で今回買ったので、やっぱそれにお金をね使いましたね。そうそう、今回本、そう9月に本が出るのでぜひよろしくお願いします。その本もよいしょ、はい、OKOK。 その本の中の小道具とかも結構自分の私物でしたので、うん、こんにちは、いらっしゃいませ。なかなか出費しましたこの夏。でもなんか買うのは楽しいですよね。もう危険な発言をしている。うん、本楽しみです、ありがとうございます。私も本当に出来上がりが楽しみなんです。昨日初めにとか送ったので、オッケー。さてだいぶ抜けましたので、これから細かい色付けをしていこうと思います。
の前にちょっといっぱいこの辺飛んでしまったので、出ます、ちょっと捨てに行きます。はい、新しい本はもう予約できますか？あー、まだなんですよね。もしできたらぜひ予約の連絡をさせていただきます。うん、こんにちは、いらっしゃいませ。さて、じゃあ色付けです。今回はカモミールなので緑だな。そしてトレーシングペーパー、それからこれはのりの、のり台ですね。そして和紙もちょっとぼかしが効いてるやつを、この辺かな、買おうかな。そして鳥は紫ブルー、私が好きなものは紫ブルーなので紫ブルーとかにしちゃおう。この辺というわけで、こんな感じで和紙で作っていこうと思います。これは板締めという染め方ですね。これは徳島の阿波紙です。でこっちは石化染めという、まあ、小花染めとも言いますね。なんかこう折って三角にして染めていくっていう感じのものです。ナイフ、よし。ではこのカモミールのこの先っぽのところですね、こういう色でもいいかもなって、色選びがね、ちょっとこういう色かわいい。そしてうーん悩む、ちょっとアンティークな色合いもかわいいですよね。なんか秋を感じ、ちょっと早いけど秋を感じさせる的な。そうなるとこういう色も素敵。というわけでこの色にしようと思います。よいしょ。やっとゆっくり見れる時間ができました。ああ、このお盆忙しかったんですね。お疲れ様です。そう、なんかステイホームなので、皆さんお家にいるかなと思ったんですけど、まあお盆はさすがにどこも行かないとしても忙しいですよね。ご家族さんが帰ってきてたりお家にいたりすると、
でもあのライブは定期的にやっていこうと思っておりますので、いつでもお好きな時に、時間がお手すきの時にぜひ遊びに来てください。うん、可愛い色ですね。ありがとうございます。これはあれですね、石灰染めのあのベースでも売ってるんですけど、ちりめんって石灰染めのセットがあるんですよね。それです。時々可愛いのが入ってます。はい、はい、ちょっと白を入れると立体感が出ます。うん、でいきなりこれだとちょっと つだなってことは、この緑を葉っぱにしようかと思ってたんですけど、この緑のでもこれだと緑が足りないので、ちょっとあ、でも可愛いな。もうちょっと見てきます。ちょっと待っててくださいね。緑と何を探しているかというと、緑の白葉、緑の和紙の白葉とかだと、ちょっと緑、こういう感じ、こういうこれがねできるんですよね。ちょっと緑、これちょっと緑、このぐらいちょっと緑だとちょっと緑ってなんだって感じですけど、ちょっと緑だとねいいですね。これにしようかな。そしたらちょっとアンティークっぽくなるかな。アンティークまではいかないけど、色によってね雰囲気変わりますので、ちょっと慎重に選んでいこうと思います。じゃあまずこのこれからしようかな。ちょっと先に描いてから色を選ぼうと思います。なんかこう本当にちょっとだけ緑を入れるみたいな、あ、見えてない、ちょっとだけ緑を入れるみたいな、これがしたいんですよね。はい、OK。 そしてこの辺で、この辺にしよう。まああんまり薄く入れすぎると全然目立たなくて困っちゃったりするんですけど、はい、こうして貼っていきます。はっ、やばい、結構時間経っていた。マッハで、あ、まあ、でも10分ぐらい遅れてしまったんですよね。今30分ぐらいか。マッハでやっていこうと思います。マッハとか、めっちゃ久しぶりに言いました。はい。ちょっと、
グリーンが入った感じ。まあちょっとどうなるでしょう、やっていきましょう、なんとか。そうだな、ちょっと爽やかな色だったかな、ちょっと挑戦してみようかな。ちょっと色を変えるだけで雰囲気が変わりますよね。そうなんですよね。そこ何倍が難しいですよね。ここって言っても全然見えない。ここ。この色にしようと思います。冒険。ファイ。はい、でまた貼っていきます。こんにちは、大丈夫でしたか。あ、なんかよく落ちてしまう。はい、あ、ありがとうございます。よし、こんな感じです。うん、いや、やっぱこの色良かったですね。ちょっとだけ色味が違います。さて、あとは緑をガンガン貼っていこうと思います。この辺の緑、これはもう一気にいっちゃいましょう。綺麗、ありがとうございます。よかった。
淡い色合いが素敵です。そうですね、淡い色も私も大好きです。ちょっとね、白とかあるとね、いいですよね。とっとっとっと、はいはい、これで緑を貼っていきます。はい、ここはねざっくりでいいです、いいです。とこうちょっと濃淡がかった色がつきます。 OK、 じゃあ反対側です。こっちもん、ハートありがとうございます。いらっしゃいませ。よし、これでなんとか色づきました。そしたら小鳥さんを色づけていきます。
これも一気に行けるところは一気に行きたいので、小鳥さんブルー持ってきたけど、こんなピンクでも可愛いですよね今さら。まあでも、まあすいません、何度もちょっと落ちてしまいますが、皆さん大丈夫でしょうか。ブルーどっちがいいですか、ブルーと、ブルーとピンク、ピンク紫とブルー、どっちがいいかな。結構紫、あ、こんなのもかわいい。あ、でもこの紫を使ってもいいですよね。素敵。ちょっとお腹が、あ、これこのお腹いいな。このお腹ちょっと使おうと思います。はい。やってみましょう。紫のお腹かわいいですね。お腹かわいかったですよね。というわけでお腹は紫にします。よし。さて、ちょっとここはこの色にしても可愛いかな。そして紫のお腹、あ、ちょっとピンクでも可愛いこれ可愛いな。ちょっとピンク入れて先っぽが黄色、これにしようと思います。こんにちは、いらっしゃいませ。今お腹を色づけてます。おっと、下の髪も切ってしまいました。毛は切りやすいと思ったら、よいしょ、かわいい、ありがとうございます。よかった、うんうん、いいですね。そしたらどんどん紫を足してっても、かわいくなると思います。おーおー、いいじゃないですか。
あ、かわいい、わーいわーい、かわいいって言ってくださって嬉しいです。色で雰囲気変わるから色選び楽しいですよね。ね、こう丁寧に見ていくのも楽しいですよね。パッパーと決めるのも時も必要だと思いますが、そのままいっちゃいます。うんうん、ああ、かわいいかわいい、よかった。薄いかな。うん。で、この色でくちばしを作ろうと思います。そうすると統一感が出ますね。ありがとうございます。はい、そしてこうかな。ほぼ色付けが済みました。なので次は切り絵をねしていきます。ちょっと細かいので気合を入れます。あ、ハートありがとう、ありがとうございます。よし、今ちょっとそうですね、まあ塗られずやっていきましょう。できるだけ細く細く、外側はまあ太くなってもいいんですけど、鼻のところは細くしたいな。はい、うん、はいってこうしてだんだん輪郭を切っていきます。いや、これはあと10分ぐらいで、10分遅れぐらいで始まったので大丈夫かな。もうあとは彫刻みたいですね、こう抜いていく作業は。
白いとこ全部切るんですか。そうですね、白いところ全部切ろうと思います。ちょっとね、そういう図案になってしまいました。さて、一回刃を変えようと思います。刃はどこにあるかな。大変な作業ですね。そうですね、なんか何が一番大変かというと、なんか撮影しながらと切っているとちょっと目をね離すんですよね。顔を離す、いつもめっちゃ私目が良くないので顔を近づけながら切っているので、それが一番大変かもしれません。最近なんか音楽を聴くときに Siri に全部頼むんですよ。 Siri、 私のあんま Siri を呼ぶとね、本当にここで答えられちゃうので、ね、やめとくんですけど、なんか Siri に Siri 私の好きな曲をかけてって言うと、結構なんて言うんでしょう、好きだけど、好きなアーティストだけどあんまり聴いたことない曲とか選んでくれたりして、結構いいナンバーをかけてくれるんですよ。それがね、なかなか楽しくて。音楽はめっきりSiriに頼んでますね。抜けてきましたね。はい、だいたい線だとねこのぐらい私は残します。そうするとまあちょっといいかな。ちょっと太いぐらいが本当はいいんですけどね。そう、図案にするときはもうちょっと太くしますが、ちょっとなんか自分でやると細くなっちゃうんですよね。そういうこと忘れて。やっぱ葉っぱは、そう、あのこれはちょっと細い葉っぱなんですよね。なので細くしてますが、ちょっとでここにこう髪の毛がついてるのは、ちょっと葉っぱとくっついて丈夫になるといいなと思って。やっぱどっかとどっかがくっついてると髪自体が丈夫になってくれるんですよね。この不安定な、不安定なあのところ、このここがくっついてないと小鳥さんが
すごい不安定なんですけど、ちょっとだけくっつくことによって丈夫になるという。で、ちょっとギザギザ揺らしながら切って、ギザギザさせるのもおすすめです。木の枝とかは特に。はい、まあこんな感じですね。こういうとこちょっとギザギザ揺らしながらやるとかいいですね。すいません、ちょっとあともうちょっとなので、すいません、あともうちょっとなのでライブで切っていこうと思います。やっぱ1時間経っちゃうと消えちゃうんですね。びっくりしました。すいません、ちょっと1時間超えちゃったので消えちゃいましたが、大丈夫だったでしょうか。うん、おかえりなさい。もうちょっとなのでお付き合いください。1時間ってあっという間ですね。すみません、本当かかっちゃった。最後まで見られるんですね、よかったすいませんね、外すところまでせっかくですのでやっていこうと思います。ありがとうございます。いつもやっぱこう来てくれるの嬉しいですね。はい、そしたらもうちょっとですね、ここをで、ここはボコボコさせるだけで意外と鳥がちゃんと捕まってるように見えるので、ボコボコさせます。ここもできたらボコボコさせます。はい、ほら後ろから見ると、うん、なんか捕まってるみたいな感じですよですよって決めつけ。さて、あと輪郭です。ね、輪郭はちょっと太い方がいいんですけど、まあちょっとこのぐらい太くしようと思います。うん、
ギザギザ揺らすと柔らかい印象になるんですか？なんかちょっと印刷物とか、なんかよく見るとギザギザしてて雰囲気が出るみたいな感じになるので、なんか私はそれをよく対応してますね。ちょっと揺らして、なんか童話のような挿絵のような雰囲気を出したいときによくそうします。いらっしゃいませ、ありがとうございます。もうちょっとですので、あとどのぐらいだろう。絵のようになるんですね。そうですね、なんかそんな雰囲気がちょっとファンタジーな、なんて児童書みたいな雰囲気になります。綺麗なお名刺まだ持ってます。え、応援してます。わー、ありがとうございます。わー、嬉しいです。そう、私の名刺はなんか京都にいた頃のお友達のデザイナーさんに作ってもらったものなんですよね。白押しが入っててキラキラしてます。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。はい、輪郭がおそらく切れました。そしてこれを外していきます。今してるのはなんかこうギュッと押して、指の湿気でギュッと押してるところです。特に小鳥とかね、こういうところ指の湿気で温めて、あ、難しいかな、よいしょ、いけるいける、温めて糊を緩くする計画です。まあでも、まあでもとか、そう、綺麗にね外せればいいんですけどね、外れない場合もあります。ちょっと跡が残っちゃったり、紙がほどけちゃったり、そういう時は硬いティッシュ、硬い水に、硬く水に絞ったティッシュを絞ってちょっと拭くといいです。こういった、お、いい感じ。
こううまくいかなかった。はい、今はこんな感じですね。なので、お、取れた。うん、じゃあちょっと待っててください。ティッシュを、こういうところを今度は直していきますね。はい、ティッシュです。こんにちは、いらっしゃいませ。で、こういうところでちょっと固く絞ったところで当てて、そしてカッターでささっと、お、全然取れる。はい、ここもですね、当てて、ちょっとドキドキしますね。そうですね、ちょっとね、この作業は、で、なんて言うんでしょう、こう平らに、平らなところでささっとやっていくみたいな感じですね。うん、取れました。はい、たらこの繊維をちょっと気になるところをやってもらって、あんまり濡れてるところだとやっぱ和紙とかに染み込んじゃうので、ちょっと軽くやるだけで結構取れます。はい、取れました。ん、こんにちは、いらっしゃいませ。今ね、ちょうど出来上がりました。はい、どうでしょうか。なんか懐かしい感じ、私こういうのよく作ってたなはい、なんか何か可愛い、可愛い何かないかな。あ、はい、というわけで出来上がりました。綺麗、短時間なのに素敵な作品、良かったです、嬉しい。ということで、ありがとうございました。ふう、どうしよう、大丈夫かな。なんか可愛いです、やった、とっても可愛いです、嬉しい。よし、じゃあちょっとこれを外すときもなんか難しいんですよね。よいしょ、あー、おっと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 、ちょっとすいません、髪の毛がボサボサしとる。よし、お疲れ様でした。今日はこの図案を作りました。よかったです。ちょっと途中切れてしまいましたが、また編集して YouTube に上げておこうと思いますので、見逃した方はよかったら見てみてください。作業に使ってくれても全然 OK です。というわけで、お盆結構ライブ切り絵してきましたが、お付き合いいただいてありがとうございました。明日はお休みなので、これでライブ切り絵、お盆は終わりです。ありがとうございました、よかった。あ、いらっしゃいませ。いやね、ちょっと本当に暑いんですが、皆さん本当に熱中症とか気をつけてください。はい、お疲れ様でした。それではまた、ありがとうございました。またまた。